鉄鋼弾、発射<タッ>プリミティアプレイヤー、エールです。今回は、鉄鋼弾を作ってみようと思います。相手の装甲を貫通してダメージを与える、強い弾にしてみようと思うので、うまくできたら、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは、作っていきましょう。まずは、 こちらの33.9キロのゴムと、タングッセンの刃を組み合わせたものを、大きな14.5キロの火薬で飛ばしてみましょう。大きな石にセットしたら、燃えた松ぼっくりで火をつけます。するとん、うーん、ダメですね。火薬のダメージが高すぎて、ゴムが壊れてしまいました。ギリギリ壊れないくらいに、 火薬を小さくしましょう。半分くらいに切って、8キロにしてみました。こちらをくっつけて、火をつけてみると、うーん。今度はちゃんと飛びました。飛ばした後のゴムを見ると、耐久力の残りが466だったので、いい感じの大きさだったみたいです。 そしてゴムの方も正方形に近い形に小さくしました。この形が重量あたりの耐久力が一番高くなるみたいです。さっきより若干耐久力は落ちていますが、うん、問題なく飛ばせますね。ではここからは装甲を貫通する実験です。こんな感じで2枚並べた木の板を狙ってみると、うん 8111ダメージ。すごいダメージですが、2枚目の板はノーダメージです。1枚目の板は貫通して、2枚破壊できるように、改良していきましょう。方法は簡単で、タングスンとゴムの間に、ベアリングを挟むだけです。以前はこちらに、たくさんの火薬をつけて、多段式の貫通弾を作ったこともありましたが、 今回は一つの火薬で走行を貫通できるようにするのが目標です。早速試してみるとー。うーん。二枚目の板にもダメージを与えていますが、板を破壊しきれていませんね。どうやら、タング線ンの部分が通り抜けて、ペアリングの軸が二枚目の板に当たっているので、威力は低いみたいです。 衝撃でベアリングも壊れているみたいなので、もう一つ軸の部分を増やしてみましょう。そうすると、よし !2 枚の板を破壊できましたでも玉のベアリングも壊れてますね。だったら、玉のベアリングを二重構造にしてみるとどうでしょうか板ももう一枚増やして、もう一度ヒーをつけてみるとー、うーん ちょっとほぼ同じ結果ですね。ペアリングの軸も壊れています。弾を壊さずに、もっとたくさんの装甲を貫通できるように、さらに改良していきましょう。狙う走行木から草に変えたり、玉の構造に、ペアリングのバネを使ったりと、いろいろ試しましたが、なかなかうまくいきませんでした。それでも、 結局最初の構造に戻して、前の単合ン,ンと、ペアリングブーンを延長することで、お前のスターを完成することができましたこれで玉の仕組みはできたので、もっと鉄鋼弾らしくなるように、飾り付けていきましょう白い古代の軽量プラスチックと、スライムの肉煙を利用して、見た目が91式鉄鋼弾っぽくなるように、 しっかり貼り付けていきましょう。よし。飾り付け完了です。この状態で打ってみると。うーん。今しか破壊できませんね。どうやら、飾り付けの部分が邪魔をしているみたいです。なんとか飾り付けたまま貫通してくれるように。火薬の大きさを8キロから8.5キロに大きくして。 さらに、タングセンの部分を前に延長することで。うーん。5枚の草の糸を、貫通することができました。玉の見た目が派手なので、なかなか迫力がありますね。もしかしたら、5枚以上貫通するかもしれないので、草の糸を10枚に増やして、もう一度飛ばしてみると。うーん。 5枚以上は破壊できませんね。それでも十分な貫通性能なので。よしとしましょう。これで鉄鋼弾は完成したので。あとは鉄鋼弾を発射する、対戦車ライフルを作っていきましょう。古代の合金と、プラスチックにベアリング、電池とタングステンを組み合わせて、タングステンに電流を流すことで、火薬に点火できるようにします。 ちなみにこのモデルは、ボーイズ対戦車ライフルという、イギリス製の銃です。よしこれで完成ですね。銃に対して、抵抗弾がかなり大きいですが、気にしないでおきましょう。とりあえず撃ってみると、うーん。ちゃんと飛びますが、後半は弾道が乱れてますね。まずはベアリングを固定して、 貫通機能をオフにした状態で、木の葉っぱを狙ってみましょう。当たれーよし微妙な当たり方ですが、しっかりダメージを与えて、葉っぱを破壊してくれました。今度は近づいて、 この薄い木の板だけで、完全に木が守られてしまいます。この走行を貫通するために、鉄鋼弾のベアリングの固定を解除して、貫通機能をオンにしましょう。それではこの状態で撃ってみます。鉄鋼弾、発射うん。しっかり糸を貫通して、木を破壊できました。威力は落ちていますが、 なぜか2回ヒットして、かなりのダメージを与えてますね。不思議なことに、薄い木の板の方は、ダメージが低いです。タングステンが貫通して、ヘアリング部分が当たっているのかもしれませんね。今度は巨大な草を狙ってみましょう。おっとここで私の皮がずれました。最近毎回起こってるバグですね。気にせず発射しましょう。うん。 木の板を貫通して、床にダメージが入ってますね。なぜか弾が変な動きをしています。今度ドローン工場の壁を狙ってみましょう。離れたところから撃ってみると、うーん、30172ダメージ。威力が足りませんね。なので、なるだけ近づいて撃ってみると、 455ダメージ。全然足りませんね。貫通機能をオンにしたままだと、壁を破壊するだけの威力は、ないみたいです。そこで、ヘアリングを固定して、貫通機能をオフにした状態で、撃ってみると、と、29,109ダメージ。これならドローン工場の壁も、普通に破壊できますね。 では次は、こちらのザゴキャラトリオを狙って、鉄鋼弾を撃ってみましょう。せっかくなので、3匹のザゴキャラを1列に並べて、まとめて串刺しにしてあげましょう。いきますよー。はっしゃーーんー、3匹全部当てることはできましたが、真ん中が倒れていませんね。なんとか全員倒せるように、 撃ちまくっていきましょう。何度か撃っているとー。うーん。2匹目までを破壊して、3匹目を押し倒すことができました。これで全員倒せましたね。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。引き金を手前に回転するとー、電流が流れて、弾が発射されます。よし。3匹まとめてー、 破壊することができました。さすがは鉄鋼弾ですね。それでは最後は、こちらの巨大スライムを狙って、鉄鋼弾を撃ってみましょう。果たして倒すことはできるんでしょうか巨大スライムを守る、草の装甲をつけたら、少し離れて狙ってみましょう。行きますよ発射 やったー !14,003 ダメージ巨大スライムを倒しました草の装甲を貫いて、しっかり本体に、致命的なダメージを与えてくれましたね。それでは、この勝利を祝し,して、スライムを燃やしてしまいましょう燃えるものを集めてきて、火をつけますうんいい感じに燃えていますね。よし スライムも美味しそうに焼げたので、ね、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた、コ構ダーさんにも、おすわけしてあげます。はい。どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。 それでは皆さん、まー。